はい、じゃあここで自己紹介お願いします。はい、本日アシスタントを務めさせていただきます野梨と申します。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあこの後の曲紹介も次の団体祭の紹介もよろしくお願いします。はい、かしこまりました。では続いての演舞は鶴岡市よりお越しの武将伝の皆さんです。お願いします。お願いします。こんにちは、地元鶴岡市大塚町からやってまいりました武将伝と言います。よろしくお願いします。私たちのこのチームは、大塚町に住んでいるメンバーが中心となって活動しているよさこいチームであります。結成というのはどこから計算したらいいか分からないんですけども、平成17年地元大塚町のよさこいサークルというサークルから始まった団体になります。そこでいろいろなイベントに出たいというメンバーがこの5年くらい前に集まって出てきまして、そこで武将伝というチーム名を掲げ、県内外さまざまなイベントに参加させていただいております。今回久しぶりの演舞ということで、普段とちょっと違った感じの演舞を見せようかなと思いました。私たちはオリジナル曲を3つ持ってるんですけども、いずれもその3つの曲を今日その歌を歌ってくださってるテルちゃんがやってまいりました。普段と違う雰囲気で演舞できると思いますので、どうかお楽しみよろしくお願いします。Thank you.
武将連の皆さん、ありがとうございました。生歌の迫力すごい。